わざわざ名を書きを付して作為的な意図は認められなかったとか、時の政権のために二重計上を生じさせたことは全く読めない資料があります。しかも事実上ののり弁でありながら黒く塗るのではなくぼかし処理がされております。このような画像処理の技術的な提案はという答弁ですから話にならないんですよ。提出できないというのと特定できないというのでは。日本共産党の宮本岳史です。私は2月8日の党委員会で統計委員会タスクフォースが1月14日に発表した国土交通省の建設工事受注動態統計調査をめぐる事案についての精査結果報告書を取り上げて質問いたしました。その日は残念ながら統計委員会の出席がかなわなかったわけですけれども、本日は統計委員長にご出席をいただいております。統計委員会の議事録などから委員長の発言を読ませていただきました。事案が発覚した直後12月24日の統計委員会で椿委員長は今回の事案が2019年の毎月勤労統計をめぐる問題について明らかになった、国民が信頼を失って協力していただけないような状況になることが最も危惧するところだと危惧を表明されておられます。先日また着工統計で調査票の配布遅れまで明らかになりました。委員長の正直信じられない、統計自体が期日に公表できなくなるという一番大変なリスクが生じている。参考人統計委員会椿委員長。国交省から建築工事調査についての調査票の配布が調査計画上の当初予定より遅れているとの報告がありました。このようにですね、当初の調査計画の実施にあたってその進捗自体に遅れがあり、計画の修正を通じてリカバリーしなければならない事態になっているということは、私にはこれまで経験したことがない案件で遺憾であるとともにですね、むしろ率直に申し上げて驚いたということがございます。国交省の建設工事受注動態統計調査の適切処理にかかる調査、かかる検証委員会報告書ではですね、合算処理について、開始時期は明らかではないものの、合算は少なくとも建設受注統計調査が開始されたときには本件統計室が都道府県に対して指示をしていたことが認められるとしております。また検証委員会報告書は18ページで2011年9月まで在籍した課長補佐やその後任の課長補佐は説明会に出席しており、合算処理の説明を聞いていたと認められるが、係長以下の行う集計業務という意識から耳を傾けて聞いていたことはなく、推計方法の変更の過程で合算処理は意識になかったなどと述べております。しかしその一方で係長は課長補佐も本件合算処理を認識しており、相談の上で本件合算処理を続けたと供述しており、供述が食い違っております。2月8日の党委員会でどちらが事実なのかと国交省に質しましたが、国交省は2人の供述が食い違っているということを繰り返すばかりでありました。しかも奇妙なことには供述が食い違っているにもかかわらず、わざわざ名を書きを付して作為的な意図は認められなかったとか、時の政権のために二重計上を生じさせたことは確認できなかったなどと書いております。合算処理が少なくとも2000年以降恒常的に行われてきたことを国交省が組織的に把握していたかどうかは決定的な問題であります。これは極めて有識ことなんですけれども、統計委員会におかれた公的統計品質向上のための特別検討チームでは現在この検証委員会の報告書について精査を進めておりまして、未然防止措置のあり方について検討をしているところでございます。国交省の報告書では本件統計室は通常業務をこなすだけで手一杯となっており、人的物的余裕がなかったためこれを見直す機会もないまま続けられたなどとしております。調べてみると確かに国交省全体の統計職員は2001年度と2021年度とでは半減以下という状況になっております。人的確保は必要だと思います。しかし確保されていないから統計を不正確なまま放置したなどというのは到底許されないと私は思いますが、質の高い統計を作成するためにですね、十分な質と量の統計職員を確保することはもちろん重要であり、このこともですね含めて統計委員会で議論していきたいと考えておりますけれども、議員ご指摘のとおり人員だけの問題として完結するものではなく、品質管理、品質マネジメントの観点からですね、しっかりと課題を整理する必要があると考えます。変化点管理というようなものをきちっと行う、それから誤りの発見、対処、改善に向けて誤りを不正としないようなリスク対応を確実に行う、そういうことをきちっとですね、申し上げたいと思います。
それでついに2019年11月には国交省の不適切な合算処理が会計検査院の知れるところとなりました。国交省報告書の24ページ以下にその後の統計室での議論が記載されております。25ページには合算処理をしない数値を公表すべきという意見と合算処理をして公表すべきという意見が対立したとされております。2020年1月下旬頃に課長の判断により過日分は前月分のみを入れるといういわば折衷案を採用することに決まったなどと書いてあります。私は国交省がこんな不適切な統計の扱いをしておきながらそれが発覚しても正直に統計委員会に報告することもせず折衷案などと称して足して2で割るようなことをすれば統計はますます真実から遠ざかると思います。改めて、椿委員長にお伺いしたい。これもですね、議員のご指摘通りなんですけれども折衷案は数値変動を緩和しつつそれまでの二重計上を含む誤った数値を正しい数値に順次移行させるための経過措置と誤解されかねないと考えているところです。したがってですね、このような疑義を生じる可能性がある以上この種の折衷案的処理を行う前にまずはですね、二重計上があったことも含めて適切な訴求処理と経過措置等を統計委員会に報告相談していただくべきであったことは明らかだと考えている。その上で二重計上と本件合算処理承継状態が問題となっている中でこの種の折衷案を合算する根拠も示されたないということから合算的な処理自体はあまり合理的なものではないというふうに考えています。到底、ね、折衷案と呼べるものではなかったと思います。この問題に対しては統計委員会や総務省の対応もですね、問題だと言わなければなりません。統計委員会はタスクフォースを設置してすでにこの精査結果報告書をまとめておられます。この32ページから33ページにかけて2021年8月会計検査院報告に関連した取材対応に係る国土交通省からの紹介対応について検討しております。そこでは職員は当該取材対応概要メモ中のダブルカウントという文言を読み飛ばしたと主張するが当該職員の本務である国交省の調査計画違反か否かという質問への回答に気を取られていたという結果であったとしても注意を欠く不適切な対応であり結果として並任職員の立場を効果的に活用できなかったことは極めて残念であるとまで言っております。把握できなかったことはやむを得ない面があるとも書かれておりますけれども果たして読み飛ばしてもやむを得ないものなのか取材対応概要メモやメールの内容を見てみないと私たちも判断できません。統計委員会タスクフォースもエビデンスいわゆる証拠を示したいと思うからこそ詳細な資料をこの精査結果報告書にはつけたのだろうと思うんですけれどもところがマスキングがかかっていて全く読めない資料があります。しかも事実上ののり弁でありながら黒く塗るのではなくぼかし処理がされております。このような画像処理の技術的な提案は統計委員会事務局つまり総務省の側から統計委員会に提案したと総務省は私に答えましたけれども椿委員長これは間違いないですね。タスクフォースは総務省職員の個人間のメールや公表されてない資料や正規式な資料でないものは公表しないということを職員に伝えた上でヒアリングなどを行いその結果率直な反省材料や改善意見を頂戴したところです。したがってそのまま報告書に添付するのはタスクフォースとしては適当ではないと考えたところ、そのような中でぼかし処理を行うことで報告書に添付することができないのかという技術的なアイデアがタスクフォースの事務局から提案されこれについてタスクフォースとしても採用することとしたものでございます。委員長、画像処理された国交省のポンチ絵であります。マスキングを外してみたらこの通り何の問題もない資料でございました。もちろん若干の違いがあります。東側左側ぼかしのかかったものは参考資料15の昨年8月20日付の国土交通省から経済統計審査官室への連絡メールに添付されていたもの、そして右側は改めて同じ資料の昨年12月時点のものを私が国土交通省から直接受け取ったものであります。私はこの資料の8月20日時点のものを国土交通省に要求しましたが、なぜか答えは探索中である、特定できないというものでありました。国土交通省この統計委員会タスクフォース精査結果報告書の参考資料に添付されている資料がなぜ特定すらされていないんですか。国土交通省大沢大臣官房サイバーセキュリティ情報課審議官、これは国土交通省が作成した資料であるということは考えてございます。ただその資料が国交省としてはどの資料を該当するのかときちんと特定する必要があるというふうに考えてございます。特定されていないんですね。参考資料をきちんと見て照らし合わせてきちんとこう
合致させるというようなことで の確認というのはいたしておりません。統計委員長、タスクフォースがお付けになった資料確認すら特定すらできていないという答弁ですけど、いいんですか。先ほどご指定いただいたこのぼかし処理のものが、我々が 見ている資料の中で時点、先ほどありましたように時点が違っているという資料であるということは我々も承知しているところです。時点が違っていても事実お持ちで、それに基づいて精査されたわけですね。それが今頃国土交通省は特定できませんと、探していますという答弁ですから話にならないんですよ。提出できないというのと特定できないというのでは天と地ほどの違いがあります。配布資料2を見ていただきたい。右側は総務省の情報公開個人情報保護審査会が森友学園との土地取引に係る行政文書を不開示とした財務省の決定について、2019年6月17日に取り消すべきだとの判断を示し、2019年11月18日に私に開示された財務省の私宛ての答弁書、つまり想定問答であります。財務省の情報公開個人情報保護審査会に確認いたしますが、2019年6月17日にそういう取り消すべきだとの判断をしたのは事実ですね。総務省吉牟田情報公開個人情報保護審査会事務局長、判定お答えいたします。委員のお尋ねにありました、答申では原処分の不開示決定について理由提示の不備を理由として原処分を取り消すべきとの答申を行っておりますことは事実でございます。宮本武さん、時間が来ましたけれども、配布資料の2の左側はタスクフォース報告書92ページに参考資料として添付されている会計検査院特別検査対応の想定問答と思われるもので、同じく一言一句読めない処理が施されております。想定問答というものもこういう形で解除されているわけであり、そして不開示決定が不適切であるので開示すべきという判断も出ているわけでありますから、私は明らかにすべきだと思います。明かすと今後の業務に影響があるなどと繰り返すんですけれども、開示されてみれば何のために非開示にしているのかわからないような内容です。だいたい統計データの不正など二度とあってはならないんですから、今後の業務に差し障るはずがないんです。直ちに開示することを求めて私の質問を終わります。